こんにちは、おとキューです。7月22日から24日まで那須烏山市では烏山山上げ祭りが開催されています。それに伴い JR 東日本は23、24日新宿烏山間に臨時列車を設定します。新宿宇都宮間には山鳥編成特急烏山山上げ祭り号を、宇都宮烏山間には特急に接続するノンストップ臨時快速を設定しました。まずは宇都宮までノンストップ臨時快速 9352M に乗車します。お待たせいたしました。まもなく終点の宇都宮に着きます。10番ホームに入ります。降り口は右側です。お忘れ物落とし物はございませんでしょうか。どうぞ棚の上また座席の周りもう一度お確かめください。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。降りの際にはボタンを押して扉をお開けください。臨時快速は大金と宝石寺で運転停車しています。宇都宮には1分遅れで到着しました。臨時快速に乗車した動画もアップ済みです。終了画面に貼り付けますのでよろしければご覧ください。宇都宮駅を17時30分定刻に発車しました。停車駅は大宮、浦和、池袋、終点新宿です。運転停車はありません。経由は宇都宮線湘南新宿ラインでいつもの通り慣れた路線を走ります。今日の楽しみは山鳥編成で新宿駅に到着することでしょうか。新宿駅は成田エクスプレスなどが出入りする6番線に到着する予定です。ご乗車ありがとうございます。この列車は全車成績特急烏山山上げ祭り号新宿行きです。この先大宮、浦和、池袋、終点新宿の順に停車をいたします。次の大宮には18時31分、浦和18時38分、池袋18時56分、終点の新宿には19時3分、終点新宿には7時3分の到着です。電車はすべて指定席となっております。お手持ちの指定席券の号車番号、座席番号をよくお確かめの上ご利用をお願いいたします。また大変恐れ入りますが感染症対策のため座席を回してのご使用はおやめください。感染症対策のため座席を回してのご使用はおやめください。お客様のご理解ご協力お願いいたします。ご乗車ありがとうございます。全車指定席特急烏山山上げ祭り号新宿行きです。次は大宮に停車をいたします。
らしありがとうございました。まもなく大宮に到着をいたします。4番線に到着、小出口は左側です。新幹線、高崎線、埼京線、川越線、京浜東北線、東武アーバンパークライン、入社取るご利用のお客様、この1階です。降りる際、車内にご忘れ物などなさいませんよう気をつけください。本日は特急烏山山あげ祭り号をご利用くださいましてありがとうございました。大宮の次は浦和に停車をいたします。大宮駅は4番線に入ります。宇都宮から61分ノンストップで、標定速度は77キロはあります。埼玉県南部と東京山手に特化した列車ですね。久喜駅に停車させれば、埼玉県や東京東部の人も東部経由で利用しやすいと思いますけど、止まりません。いつも思うことですが、臨時列車の停車駅は何基準で決めているのでしょうか。大宮駅は18時31分帝国に到着します。電車指定席だよ。大宮を18時32分帝国に発車しました。電車指定席だよと言われて乗るのをやめるって何を考えているか大体わかります。料金を車内で支払う気があれば何を言われても乗車してきますからね。運が悪く配券が来たら520円払えばいいやと思っていたところ、全車指定席と聞いて、これは料金やばいぞとなったのでしょう。昨年までは繁忙期料金で1250円必要でしたが、JR 東日本の指定席料金改定で今日は1050円です。それでも普通列車グリーン自由席よりも高くつきます。ご乗車ありがとうございます。この電車は全車指定席特急烏山山あげ祭り号新宿行きです。座席はすべて指定席となっております。指定席券お持ちのお客様ご利用はできません。
ご乗車ありがとうございました。まもなく終点の新宿に到着いたします。6番線に到着いたします。お出口は左側です。山手線、中央線、中央観光線、埼京線、京王線、小田急線、東京メトロ丸の内線、都営新宿線、都営大江戸線、ご利用のお客様お乗り換えです。降りる際車内に忘れ物などなさいませんようお気をつけください。到着いたしますと折り返しは回送電車となります。車内点検終了いたしますとドアが閉まります。あと降りましたら左手方向へお進みください。階段、エスカレーター、エレベーターがございます。この電車の一番後ろ6号車付近のエスカレーター、階段、エレベーターご利用いただきますと、未来のタワー改札、甲州街道改札、新南改札、各 JR 線へ乗り換えができます。その先ホーム端のエスカレーターを降りていただきますと、中央西改札、中央東改札、西改札、東改札、各私鉄へお乗り換えができます。本日は特急烏山山上祭り号をご利用くださいましてありがとうございました。終点新宿に到着いたします。6番線到着、お出口は左側です。山乗り編成下記臨時特急の第2弾烏山山上げ祭り号の全区間乗車が終了しました。今後は甲斐の国シリーズで2種類走り、定番のモグラ、ループも走ります。山乗り編成は本当好きなので全種全区間乗車したいと思います。宇都宮から1時間33分の乗車と短く、少し物足りませんが終点新宿に到着します。終了いたします。ドアが閉まります。19時30分、大宮方面に回送で出ていきます。また、明日新宿から使われますので、大宮総合車両センターに置いとくのかと思いましたら、なんと所属の高崎車両センターまで戻すそうです。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。